はい、皆さんこんにちは、ベートーベンミキです。8小節の練習曲チャレンジプロジェクト、今日は119番の2回目です。前回1を分析して、構造を見たんですけれども、ここに分かりやすく前回のまとめを書きました。はい、最初ね、 A フラット、これは D フラットメジャーの曲なんだけど、5番目の音から5-1ってなってたんですね。そうすると A フラット7、最初 A フラット7、最初 A フラット7のところからスタートして、このゆっくりの時に E フラットマイナーに行きます。そのためのドミナントとして、ね、B フラット7-1、そして今度 B フラット7ドミナント1から今度 C7 次のドミナントに行ったんですね。そうするとね、こういうことが起こっていて、書くとですね、はい、これ復習ですけど、 A フラットこれ5-1-5-1で D フラットメジャーの1に行って、次 B フラットから E フラットマイナーに行くからここ2に行くわけですね。そして今度 C7 から F マイナーだからレミファーで F マイナーで3番目に行きます。ね、そうすると、D フラットメジャーの1音に解決していくんだけど、その次ね、後半今度降りますね。降りるときは何だったかっていうと、ディミニッシュ、 D ディミニッシュから E フラットマイナーに行って、次 C ディミニッシュから D フラットメジャーね、これが起こってたのね。だから、D ディミニッシュから D ディミニッシュとセブンスから E フラットってことは2に降りて、そして、C ディミニッシュとセブンから1に行きましたっていうね。そして最後2-5-1でここおしまいになりますね。この収縮形がここにあってね、これがこの間の説明でした。はい、こうすると分かりやすいでしょ。だから前半はどういう風に弾くか、この上っていくところ、そして後半どうなってるかっていうところを表現しないといけない。で、よく見るとこのA フラット B フラット C ってラーシードって上がってるのね。だからっていうことはドミナント1ドミナント1ってもうぐん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 上がってって、そして一番てっぺんまで行ったら F マイナーでしょ、ね、3番目の音なんだけど、 F マイナーから今度は D ディミニッシュからで、全部ね半音で降りるのね、ここね。ディミニッシュね、半音、そして次 C ディミニッシュね、だから半音ですごい不安定で急に降りるって感じ。だから降りるところは2小節しか使ってないから、はい、ね、この山の形ね、これをイメージして練習します。そうするとこのセーブがね、これ4つぐらいあって、横のつながりを表現していかないといけないんだけど、このラシドに注目してね。そうするとね、はい、よく見ると左手のね2の指がいつもラ弾いてるの。ね、ラララでしょ。で、右手も2を、右手もね、いつも2を弾いてます。聞こえた？だから、これがあって、そして次、B フラット7に行くと、今度は、これがね、C で、C フラット。
3小節目の真ん中から今度は C7th だから C があるわけ、ね、そして一番上まで行って今度は、ね、半音、ね、ふにゃ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 って降りてくる、そして251で終わる。だから、この2の指がいつも確実にまっすぐ降りてまっすぐ上がってる。ね、だからゆっくりの時にこのわざと2の指だけ離して、ね、こういう練習をしました。これね、全部の指でやったんだけど、私は。だから皆さんにもやってもらいたいんですが。で、2小節目ね、次ね、今度右手でやると C フラットに行くでしょ。ね、弾いてあげて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 、これをやります、ね、そうするとね、早く弾くときにすごい早く弾けるようになる。これができてないと、これができてないとね、早く弾けないから、それでもうちょっと詳しくストラクチャーを見ていくと、このメロディーはね、ね、であって、で、そこに、だけど、これも聞こえてこないといけない。それから今度は、この間言った5-1っていう大事な5-1があるから、ね、この、ちょうど7番目の Am7、1小節目の後、7番目の音と、それから3番目、この大事な、大体1で弾いてるよね。ね。そして次、Bb7 の解決。ね、この1の指も、見える?だから、こうやってじっとして弾かないで、いつも言ってることだけど、ね。そして今度は、ね、C7 の、ね、1。1の指ね。で、あとは全部の音が、すごいイメージ持って、全部少し、もうこういう風に、半音ずつ、これをイメージしないといけない。はい。それで、メトロノームに合わせて、これね、ずっとゆっくりから始めて、結構これ難しいから、ラッタ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 。ちょっと早いぐらいね、これもね。そう。で、ね、まずはこの2の指に聞いて、ね、ここね、前のメロディーがちょっとエコーしてるんだけど、その中にも、これがね、大事ね。今度右、全部弾いたら今度右手もね、今度ドで C7th だから、そしてそこに 5-1 だから今度これしっかり弾かないといけない、そして半音階、ね、だからゆっくりの時に下ろす上げる下ろす上げる下ろす上げる、だけどこういうのを聞きながら、それからこれを聞きながらね、下ろす上げる下ろす上げる、ね、このイメージ、この私のこの絵結構うまく描けてると思うんだけど、この降りる時はこうすごいグラグラしてるから不安って降りて安定する、そして不安って降りて安定するって感じだけど、登るのは時間をかけて登ってっていう、これを表現する練習をしましょう。
はい、今日は以上です。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。じゃあまた一緒に練習しましょう。じゃあね、またね。